園ジャマイカ。秋田県とほぼ同じ広さの国土におよそ260万人が暮らしています。赤道直下、常夏のこの国は人口のほぼ9割がアフリカ系の人々。この国で体操のジムを開いた一人の日本人男性がいます。ジャマイカの子供たちの未来のため奮闘する日々。Let's go. One more choice, okay? そんな息子の様子を日本の両親が知る手がかりはインターネットの日記だけ。まあ、正直書いてるとは思うんやけれども、本当にしんどい部分は書いてないかもしれない。ブログに書いてへん、朝ごはん何食べてる、晩ごはんとか、どんなベッドで寝てるとか、シャワーとか、そんなんが知りたいです。ジャマイカに体操を広めたいと貯金を投げ打って開いたジム。人生をかけた挑戦はまだ始まったばかりです。両親が初めて目にする息子の暮らしぶりとは。そして夢を追う息子に両親がどうしても届けたかった思いとは。感謝です。さあ、今回のグッド地球はですね、ジャマイカと京都市の伏見をつないでみたいと思いますね。なんかこう歓声がね。こんにちは。あ、どうもお世話になります。あ、どうもお父さんでよろしくお願いします。山口です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。すいません、失礼します。お邪魔します。今日はお邪魔します。息子さんの新さんですね。ジャマイカに行かれてるんですよね。あの、体操を教えてらっしゃるとお聞きしたんですけども、なんでジャマイカだったんですか？海外協力隊でどこ行きますかって、それがジャマイカだったんです。たまたまジャマイカって、はい、それじゃあ任期終わったら、もうそのまま帰ってきて日本で暮らすもんやと思われてました？そうなってほしいなと思ってましたけれども。望みはそっちだったわけですか？でもオリンピック選手を育てるとかどうとかこうとか言い出して、ジャマイカで未来の体操のスターを育てると。どういうところが一番心配ですか、その行かれてるシンさんの？ブログをよく出してるんで。ゴーに出られてるわけですか？はい、はい、あのそのブログをね見るんですね、はい、そうするとね、やっぱりそのブログっていうのはね、まあ、言ったら表の面だけが出てるの違うかなと、本当はどんな生活ができてるのかなというかね。確かにね、うん、無理をしてないか、ちゃんと食べて20年後に癌にならないかとか。お前考えすぎじゃないですか。いや、今が大事ですよ。大事ですけども。じゃあ一緒に見てみましょうね、一緒に。はい、よっしゃ。ジャマイカはこの番組で2回目なんですよね。あ、そうですか。ですか、はい、行きましょう。ジャマイカ。ジャマイカで体操ジムを開いたシンさんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ1万3000キロ、24時間。首都キングストンにあるシンさんの体操ジムへ。空港からは地元のタクシーで向かいます。Yes, no problem. Hey, I shot the sheriff. You hear that, Japanese man? If you know your history, every little thing. ずっと歌ってるよ。明るいジャマイカンの歌声とともに、シンさんのジムに到着。西田のジム ？Here. Yeah. Oh, up, up.Ofu? Hi, hello, yeah. Hello. Where is the Nishidatsu gym? Right on here. Right on that side, sir. Oh, oh, yeah. Yeah. Oh, 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 yeah.体操コーチ西田慎さん、27歳。体操を始めたのは高校時代、大学では関西大会で優勝しました。卒業後は海外青年協力隊としてジャマイカに派遣され、3年半子どもたちに体操を指導。除隊後もジャマイカにとどまることを決意し、今年8月念願の体操ジムを開きました。広いジムですね、これ。そうですかね、体操ジムにしてはそんなに広い方ではないんですけど、その協力隊をやることで、まあ、いくらかお金がもらえるんですよ。でそれを元手に器具買って、ジムの建物の改装したり。そ
それまでの貯金をはたき、荒れ果てた倉庫を借りて仲間と共に改装、手作りでジムを完成させたのです。すごいな。さらに体操器具はアメリカから輸入しました。しかしまだまだ十分ではないそうです。現在協力隊時代の教え子だったマイケルさんと共に15人の生徒を指導。実はジャマイカには体操の授業がありません。学校には鉄棒もなければマットすらないのです。子どもたちはこのジムで初めて体操というスポーツに触れるのです。この日待ちに待ったものが届きました。シンさんが注文した体操用のマットです。初めてジャマイカで作ったあのローカルメイドのマットなんです。実はジャマイカです。あのスポンジの卸売屋さんのところでスポンジ切ってもらって、この布自体も布屋さんから買って、ちょっと歪んでんのとかジャマイカ仕様ですね。これこの辺がジャマイカなんですね。ジムナスティックスティーチングマニュアル、はい、これ僕作ったんです。教科書作ってんの？体操の教科書がないですかね。そうか、はい、子供たちに体操の楽しさを伝えたい。その思いを支えに新さんのチャレンジが続きます。はい、先生今からどちらの方に行くんですか？今日これから幼稚園に行きます。幼稚園、はい、体操生に体操を教えてるんですけど教えさせてくださいっつって履歴書持っていっぱい回りました。新さんは現在この幼稚園を含め3つの学校で体操を教えています。飛び込みで営業しなんとか契約してもらったところばかりです。ローテッドネックネック、アップチャハンドネクロタッキヘリンゴーローローバー。生まれて初めて体験するでんぐり返りや逆立ち、楽しそうな子どもたちの笑顔、シンさんからも笑顔がこぼれます。うまい。OK。ジムを開業して3ヶ月、生徒の数はまだまだ少ないのが実情です。仕事の合間に宣伝用のチラシ作り。あ、全部手作りで、メガネも壊れたやつ直して。このチラシを持って飛び込みで営業に行くこともあるそうです。果たしてジムの経営は成り立っているんでしょうか？いや、すごい。どうにもなってないっていうのは、そのメガネが物語ってますよね。物語のメガネね。あれないんですか、直すの？はい、今家賃が6万じゃまで、6万じゃないかどうで、6万じゃない、はい、で、そのマイケル先生の人件費が4万じゃないかと。収支は赤字。もちろん新さんの給料はゼロ。貯金を切り崩している状況です。うわ、あと1個増えたらトントンになりますね。もう1個外部指導ができる額が増えれば黒字転換です。先生にも給料が出ると出ます、ついに。メガネも、もうメガネもピカピカです来年。うわー、すごい。お疲れでした。お疲れ様です。じゃあ飯作りますよ、今から。飯？はい、やだ飯。ここで作る、え、作る、ここで飯作ってますか？いつもここで作ってます、事務所で。シンさんは自分の家を持つ余裕はなく、現在ジムの2階で寝泊まりしているそうです。赤鳥線香やキッチンの家、あの炊飯車で大変やな。万能ですよ、何でもできる。ご飯差し炊飯ジャーが唯一の調理器具、料理のレパートリーは炊き込みご飯だけ。今度洗う、今度も洗ってないですね。はい、全然大丈夫です。おかずとかないわけ？毎日これ？
週に5日ぐらいは。今までですよ。だからもう1回作るときはもうガッといっぱい作っちゃって、保温にしといて、4食連続具体会ご飯とか。これがなくなったら、次の炊き込みご飯ちょっと味変えて、具を変えて。うまそう。いい感じよ。全然。美味しそうやね。はい。これうまいわ。うまいですよね、お父さんね、これね。うまいと思いますね。あ、美味しいです、本当に。あの、上出来な方です。シンさんに初めてジャマイカに来た時の印象を聞いてみました。あの、僕ジャマイカ来て3ヶ月目ぐらいに強盗にあったんですよ。ニューキングストンという場所で。で、来て1年目の時に空き巣にもあって、もう嫌いになりましたよね。なんで自分はジャマイカのために頑張ってんのにこんな目に遭わなかんやと思って。グッデイグッデイ。それでもシンさんがジャマイカに残ろうと思った理由、それはある問題を抱えた子供たちとの出会いがあったからなのです。そのゲットの子供たち面白いになって、でその貧困層に関わるようになって、それから面白かったんですよ。ゲットーとはジャマイカ国民の半数が暮らすスラム街で、殺人事件などの犯罪が多発する貧しいエリア。ジムにはそんなゲットーの子供たちも通っています。まあまあ、What is your goal? To go to Olympic. What do you have to do to go to Olympic? Try and believe. What is my goal? To take us to Olympic. オリンピックを目指す上級者ばかりの特別クラス。シンさんが協力隊時代から教えているゲットーの子供たちです。うわすごいな。ジムの営業時間が終わった夜、遅くまで指導していますが、彼らからは授業料はもらっていません。はい。協力隊時代にその彼らを教え始めた時に、まあお金取れないのはもう始めた時点でも分かってたので、彼らのためにやってるとかじゃなくて、もう自分のやりたいことをやってるのかなと。この子ら体操好きです。最初は貧しい彼らを救いたいと使命感から始めた体操の指導。しかし逆に彼らから教えることの楽しさを学ばせてもらったといいます。お互いに影響し合い、3年間頑張った結果、ここまで上達しました。トイスさんもダブレッツダブレッツサークルハローハローハロー神や神や。もともと協力隊の仕事が終わった後は日本で体育教師になろうと思っていたシンさん。しかし日本に戻る日が迫るにつれ迷い始めたといいます。日本に戻り教師になるか、それともこの地にとどまり体操の指導を続けるか悩んだ末、この地にとどまることを決めました。その決意を後押ししたのはお父さんの言葉でした。お母さんにはやっぱ心配されましたね。その息子がそんなね苦しい生活環境になるのは嫌やって。でもお父さんにはあの結構いいこと言われて、あの貧乏になるのは夢の大台だと思うよってね、うん。この夢の大台は高かった安かった。いや安かったですね。楽しんでるんで全然苦になってないです。楽しんでます。おぉ、新さん、頑張ってらっしゃいましたね。頑張ってる、ね。いかがでしたか、ご覧になって、はい、お父さん。やっぱりね、ブログに出てるのはやっぱりええとこ出てますよね。やっぱり苦労してるな。いいこと書いてましたよ。ほっと違う、そこ書けよと。まあ、だけど、本人は楽しんでるんだろうと思うんですけどね。うんうん、ちょっとあの、まだ生徒数が少ないみたいな感じで、はい、うん、あやっぱり軌道には乗ってないんやろ。それはね、3ヶ月ですから、はい、まあ、覚悟してたことですけど。でも、多分審査は人がついてくるんで、人柄がすごい素敵なんで、多分子供たちはもう離れないですよね。
それがねやっぱり、うん、あの支えになってんやろうなと思いますね。そうですね、はい、お父さんすごくやっぱもちろんそれがもうあの多分息子さんに対しての、うん、あの励ましの言葉になってたっていうのは、ね、やっぱり貧乏が一番最高のね、うん、夢の代償、今や夢の代償っていうのはね、うん、あれはもうなかなかできないですもんね、うん、そうですね、今やっとかないとね、はい、自分が本当にやりたいことをやったらいいっていうふうには言ったんです、うん、だからまあそれが今のあれでうまいこと、その自分は生き生きやっとるからまあいいかなと思ってるんですけど、そのお父さんお母さんからお届け物、あ、スタッフ届けてまいりましたので、ありがとうございます。ちょっとそっち見てみましょうね、はい、はい、体操ジムの前には大勢の女の子たちが、可愛らしい、みんな先生ごっつしたってるやん、どうした、チアリーグのある学校に電話かけて、うん、で新しい体操の学校始めました、もし興味があったら来ませんかって言って、はい、受けかみんな営業活動が実り、授業を受けに来てくれたのです。おー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 ピンちゃんプリーズトライナットルーズバランスと手形ですね。シンさんの地道な活動が今少しずつ実を結び始めています。うわ、活気ある、いくら入ってる、ほら、こんな見ていくらこれいくら、2万6000じゃまあ嬉しいですね頑張夜、ジムには練習に励むゲットーの子供たちの姿がありました。レッツゴー、ワンモフードです、OK? 3年間、こうしてみんなで頑張ってきました。この子たちを世界に通用する体操選手に育てたい、そしていつの日かジャマイカ初のオリンピック出場を果たしたい、それがシンさんの夢です。Thank you, sir. あの来年1月か2月に海外遠征連れてこうと思います。あ、そう。はい。アメリカ行こうかなと思って。世界デビューしようかなと思って。アメリカ遠征の資金は寒波のおかげでなんとか目処が立ちました。援助してくれたのは日本の体操仲間たちです。もうみんな心よく応援してくれて、 T シャツを買ってくれてね、励まされながらやってます。夢は着実に前へ進んでいます。そんな新さんに両親からの届け物です。届け物、すみません、ありがとうございます。これ見てもいいんですよね、何これ、ああ、おっとっと、危ない危ない危ない、ああ、症状、ああ、こんな立派な紙に入れてもらっても、届け物は新さんが日本で活躍した証、表彰状、ジムに飾ることで少しでも生徒が集まりますように、そんな両親の思いが込められていました。やれてました頑張りますね、これまた、うーん、ありがたい、どこに飾ろうかな、ここね、いかがですか、おお、飾られましたね、届け物が、はい、ジムに、どういう思いであれを、あ、僕たちの教えてくれてはる先生はすごい、あの、はい、日本で優秀な先生やったんやって、うんうん、生徒に何気なく思ってもらえればいいなと思って、向こうの人もね、
あこれ何ってきっと字が読めないからね思うでしょうね。興味湧きますもんね、うん、あれまだ今赤字らしいでしょ、だからそれがだんだんこう成功の道へのね、こう、はい、なんていうかこうバックアップになったらなという、そうですよね、そんな感じがねあるんです。また生徒さんの今度症状が、はいはい、飾られてるとね、今度はそのジム自体の成長っていうのがまたこう見られていってとかね、はい。